エンマグモ化セイガストライオデイは、雲目に含まれる、分類群の一つ。樹皮化などに巣穴を作る雲の群である。日本では、宮モが、普通種であるが、目につくことは少ない。単生域類で古い板は持たない六眼のクモ。体は縦長で、中型までの大きさ。全体に、褐色から黒っぽいものが多い。東京部は縦長で、背校と覆面の胸板とが、 付脚基部の間できちん板や膜によってつながっている。目は六眼で、両側には前後に二個、中央には左右に二個が互いに接近し、全体で見ると三群に分かれて配置する。これは前中目がなくなっているものである。顎はやや長く、牙はそれに比して短い。ふわしは比較的しっかりした形で、トゲが多い。珍しいのは、全三体が前を向き。 第四脚の実が後ろを向くことである。このような配置は、向きだけを見ると、カニグモカなどに見られる、黄黄性のようだが、この雲は、はっきり縦長になっている。メスのフレシには、爪がある。腹部は楕円型など、外見的には特に目立つ特徴はない。腹面の基部近くに一体の諸肺基門があるが、同時に、基幹基門が一体ある。諸肺の肺用は2から3用。 後端には三体の糸イイボとマトッキがある。オスのフレジシにあるフレジシ官はごく単純で、トタテグモかのものに似る。メスの生殖口には外メスキが発達せず、交尾能があり、受精能は単独。樹皮の元や地中、岩の隙間などにしっかりと糸でかがった環状の住居を作り、その中で生活する。巣の入り口は、気質表面に口を開き、 そこから周囲に放射状に受診糸が貼られる。夜間にはクモは巣穴の入り口付近に出てきて獲物が受診糸に触れるとクモは巣穴から飛び出して獲物に噛みついて捕らえる。生殖の際にはオスはメスの巣穴を訪れ受診糸を特有の形で振動させる。降雪の時はオスはメスの腹部全端の細い部分を顎で捕捉し、 両方のフレッシュ期間を同時に、メスの生殖口に挿入する。メスは、巣の中に乱納を作り、妖精の孵化後もしばらく同居する。なし。世界の熱帯から、断温帯に分布し、三族百種以上が知られるが、その八割は、宮モ族のものである。日本には二族五種が知られるが、宮モ族の宮モが各地に普通で、島宮モは、海岸域で普通。他に、 エンマグモ族のものが知られるが、ミヤグモ族は反紋がないのに対して、エンマグモ族のものは腹肺に反紋があるので、外見的に区別できる。いずれも巣穴にこもって出てこないため、人目につくことはほとんどない。以下に日本産の種を挙げる。それ以外のものについては、エンマグモ科の属種を参照されたい。ありがとうございます。